国鉄滝11250経過車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍している私有貨車である。本形式は、アセトアルデヒド専用の32トン石炭ク車として1982年3月26日に2両、同年4月26日に1両、同年10月30日に1両、 1991年6月20日に2両が日本車両製造、富士中工業の2社にて製作された。本形式の他にアセトアルデヒドを専用種別とする形式にはタム8400系、タキ6850系、タキ9250系、タキ1400系の4形式があった。化成品分類番号は年32が表記された。所有者は 日本陸運産業、大セル化学工業の2社でありその各のの常備駅は、総武本線越中島支線の越中島駅、新越本線の荒井駅である。38系に属する普通構成のタンク帯に、厚さ 150mm のグラスウール断熱材を巻き、薄鋼板製の木瀬が設置された。2役方式は、タンク上部の液出入管からの上入れ、液出入管と、 窒素加圧による上出し方式である。車体色は黒色。寸法関係は、全長は1万5 2 0 0、mm、トル全幅は2 7 2 8ト、mm、ル全高は3 8 6 2ト、mm、ル台車中心間距離は1、mm、1 0 0 0トル、自用石は一点零立方メートル、自長は一点九トン、換算量数は、積車点五、空車点二であり、 代謝は、コロジ軸受け、コイルバネ式の TR225 から2である。1987年4月の国鉄分割民営化時には、全車の車席が JR 貨物に継承され、JR カゴも1991年まで制作され、1995年度末時点では、全車健在であったが、2007年10月に最後まで、在籍した4両が廃車となり、同時に、 形式消滅となった。ありがとうございます。